おはようございます、山本亮です。今回の企画は50代からセブンツーを目指す男、山本さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、山本さんの自己紹介なんですけど、まあ5年前ですね、5年前に、わしがたけにウートスノーボードパークスクールっていうトリック専門のスクールがありまして、そこに僕が在籍してた時からずっとお世話になってる人です。いやいや、こちらこそ。いや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 、もうそんなやめてください。いやいや、もう地面に頭僕つけんとダメになるので。いやもう本当にね、5年前にめちゃくちゃウート受けてくれて、その次の1年ピタンといなくなってあれって思って、あれと思って、その3年目にもう忘れた頃にまた来てくださって、はい、そっからもうずっとお付き合いいただいてる方なんですけど、長いお付き合い。いやいやいや、もういやいやいや。でウートで夏も僕が神戸キングスでレッスンさせてもらってるんですけど、もうそこにも、めちゃめちゃ、めちゃくちゃ、めちゃくちゃ来ていただいて、で神戸で、まあ元々フロント3とかも全然してたんですけど、まあそれをしっかり山でもできるように、まあ今回目標としては、フロント3、はい、バック3を、はい、ポコちゃんでもちゃんとできるというところをまず目指して、はい、そっから、8メーターキッカー、はい、スピード調整の仕方も含めやっていくんで、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。あわよくば8メーターまず飛んだことないんですよね。飛んだことない。飛んだことないんですよね。はい、で、あわよくば8メーター慣れて、はい、まあそこまで行きたいですね。あ、行きたいですね。行きたいです。行きたいですね。今年はちゃんと3をしっかり、メイクして、夏、5。5を完成させた上で7を、7も練習、はい、で、次の来年には5はきちんとメイクして、はい、7できるかどうかなぐらいの感じでは持っていきたいです。そうですね。でも2年後には、はい、7メイクして、はい、バッチリ動画撮るんで、はい、どっか雑誌にでも、はい、スノーボードメディアに送りつけるので、はい、お願いします。はい、はい、了解です。なので、はい、ちょっと長い目を見て、はい、2年ぐらいやっていくんで、はい、まあ、僕としても怪我しないように、はい、はい、ちゃんとレッスンしていくので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まず現状、山本さんの滑りを、はいはい、完璧、うまっ。じゃあ、さっき良かったので、次はフロント3バック1で、はい、1個目のフロント3は、3してもうてる。フロント3めちゃくちゃ良かったです。もうめちゃもうこれはもうこの挨拶で。いや、めちゃくちゃ良かったんで、はい、いえいえいえ、それはもう山本さんが常日頃から頑張った賜物ですから。ありがとうございます。いえいえいえ。ただ B3 に関してなんですけど、はいはい、やっぱり
キングスでも出てた板のズレっていうのが出てたので、ちょっともう一回そこだけは意識してやりましょう。はい、お願いします。バック3の時にヒール入る時にはもうちょっと右寄りでスタート、ヒールスタートして、2に切り替える時にはリップの、ま、大体真ん中ぐらいですね。あ、3で、フロント3バック3で、はい、大丈夫です。おっと、お、ライン、いいライン、まっすぐ、あーっと、まあ基本的にも全体的にライン取り薄く意識して、はい、行きましょう。まっすぐ、お、あー惜しい、おー立ってる。でも動画の中ではちょっとバックスリー微妙やったんですけど、まあなんとかその後、まあまあなんとかいい感じにはまでは持っていけたので、僕のいないところでも練習してもらえれば、はい、練習してもらって、まあそれはクオリティを上げてもらうということで、はいはい、で、まあセブン狙うにあたって一番重要なのが、ある程度の台を飛べないとダメなんですよね。ある程度大きいキッカーってちょっと怖いですよ、めちゃ怖い。スピード調整の仕方をまずはレクチャーしたいと思います、はい。